おはようございます。8月31日の朝レスです。前回は6月でしたので3ヶ月ほど空いてしまいましたが、今日は3回目の朝レスがスタートします。そして今ご覧いただいている背景は群馬県庁から見た前橋市街地の様子です。今回からこちらの背景を使ってお伝えしていこうと思います。今日はこちらのニューストピックスをお伝えします。 まずはこちらのニュースです関東経済産業局が18日発表した百貨店スーパー販売動向の6月速報によりますと群馬県の百貨店とスーパーの6月の売上は全店ベースの前年同期比で3.9%の下落となりました群馬県内の2021年6月の百貨店スーパーの売上高は269億6400万円と 前年ベースの前年同期比では3.9%の下落、既存店ベースでも2.2%の下落となりました。今年4月から6月までの第1四半期では売上高が812億円、前年同期比では前年ベースでマイナス0.7%、既存店ベースではプラス0.4%などとなっています。 群馬県内のスーパー関連では今年2月に大手スーパーの伊東洋華堂伊勢崎店が閉店1月には茨城県初のスーパー霞が前橋市内で2店舗閉店するなどがありましたなお字幕での霞の閉店の時期は正しくは21年1月でした大変申し訳ありませんでした毎月発表されている高島屋の営業報告によりますと 高崎高島屋の7月の売上高は前年同期比でプラス1.3%になったことが明らかになりました。高島屋の営業報告によりますと、高崎高島屋の7月の売上高は前年同期比で1.3%の増加、入店客数も5.7%の増加と、先月6月のマイナスから改善されました。 主なな高島屋各店の店のの舗実績はご覧の通りとなっています。売上高は多くの地点で回復していますが入店客数では岡山で61.4%の下落大阪で10.3%の下落岐阜で2.2%の下落とその回復のスピードは店舗によって差があることが分かります。 21日からスマーク伊勢崎で開催予定だったポケモンセンター出張所 in スマーク伊勢崎が感染拡大防止の観点から延期となっていたことが明らかになりました。このイベントは当初8月21日から10月10日までの期間限定で行われる予定だったポケモンセンター出張所 in スマーク伊勢崎で群馬県内の新型コロナの感染拡大防止の観点から延期となりました。 イベントが開かれるスマーク伊勢崎の発表によりますと、新たな出店日時は決定次第ホームページで発表するということです。JR 高崎駅前のガスト高崎駅前店が今年1月に閉店してから約7ヶ月、前回訪れた4月には解体を行っていましたが、この度跡地利用にマンションが建設されることが明らかになりました。 JR 高崎駅東口前駅からも至近距離の栄町エリアここにはかつて大手ファミレスのガストが営業していましたが1月11日に閉店以前4月にお伝えした動画でも解体途中の建物や重機などを使って解体作業を行っている様子が確認できました その後の跡地療が注目されてきましたが8月現場に行ってみるとすでに建物の解体は終わっており更地化していましたそして建設計画のお知らせの看板が設置してありましたこの内容によりますと用途は共同住宅で地上15階建て 高さ4 5 1メートルのマンションが建設されるようですまた着工は今年11月を予定しています以上今日はご覧のトピックスをお伝えしましたさあ番組もあっという間に終了の時刻が近づいてきましたがいかがだったでしょうか今日は3回目の朝ですをお伝えしてきましたが 感想などはコメント欄やツイッターなどへお寄せください。またやってほしいことなども募集しております。それでは今日も一日頑張りましょう。